こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、オーマイボス恋は別冊で第6話いきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。今回ね、ちょっとね、思いましたね。もう玉森さんね、もう黒あんこになったり、そうだね、再生したり。そうだね。ね、僕ね、悪いスタッフがいると思いますね、これはね。玉森さんを使ってちょっとなんかね、ちょっとね、遊んでる悪いスタッフがこれはね、いますね。あ、いるな、悪いやついるな。うーん、これ、けしからんすな、これは。けしからん。いや、面白いけどな。面白かった。でも、あの、5分ぐらいのところだよね、はい、その、なんだろうな。上白石さんと玉森さんの一連のやりとり、ね、やっぱね、あの距離感とかがね、はい、やっぱすごい綺麗なんですよね。うんうん。あの、無理しない感じとかがね、うん、よかったと思いましたね、この二人とも、うん。最初のところですね。はい。なんあれですよね、なんかこう、無理して、こう、増幅させてやっていかないってことですよね。うん、嘘つかずにやるっていう。そうそうそう、うん。うん。で、またね、このね、距離感がね、うまいんですよね、二人ともね。うんうん、ああ、無理にいかないし。あの遠ざかりもしないし、うんうん、ちょうどいいとこでピチッと止まる、うんうん、で次が12分のところ、はい、来ました。七尾さんのところですね。七尾さんと、はい、あのゆうすけさんのところなんですけど、はい、これあのね、ぎこちない感じでやってるんですけど、すっげー綺麗で繊細な交流をしてますね。でもうまいんだよ。水族館行ってね、やるとこですよね。そう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 、そうなんだよ。だからそもそもが交流できる人がぎこちない感をやってるだけで、うん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 、あんなぎこちない時にあんな綺麗な交流はできん。はい、あの達人の仕業ですね、これね。いや、達人の仕業でした。うまいな、うまいな、うまいな。で次が23分ですね、はい、あの上白石さんと玉森さんのハグはね、うん、やっぱり綺麗ですね。うんうん。綺麗ですね。そうですね。またちょっとその関係が一歩進んだというか、うん、ちゃんと付き合ってるんだっていうのが分かってのところですよね。うん、そのあのちょうどあれですよ、スロー再生の後ですよ。スロー再生散々あの遊んだ後です。いいね、あれね、あの、スロー再生でも何でもないからね、あの、玉森さんにゆっくり読んでくださいって多分言ってるだけですからね。そう、他のみんなもピッて止まってピッてやってましたけどね、あれ面白かったですね。ちょっとその演技一回聞いただろうね、これね、これどういうこと。スロー再生ですかっていうのちょっと、ね、聞いたかもしれないですね。そう、でも面白かった、そこ。はい、次がね、32分ぐらいのところ、はい、マミヤさんがあの、うん、なんだろうな、枯れ葉をかけられたり、うんうん、まあ、ちょっといたずらされるところがあるんですけど、うん、そこがね、すごくね、いいんですよね。あの、素直なね、あったかい体の感動なんですよね。うまかったですね。うん。そうですね。あの、ロケ。ちょっと、うん、あの、間宮さんの素の部分がクッとこう出てくる、うんうん、あのいいあの瞬間だったと思いました。やっぱこう、自分を使って反応するっていうところですね。うん、自分の中から来るものを役に投影させてっていうか、うん、そういうところですよね。はい。うん。で、そして次が37分のところ。はい。七尾さんのありがとうのところすごく良かったですね。あ、はい、そうですね、やっとね、あの言葉を聞けるんだっていう。なんかこうドラマ的にもね、あの一つ何かを達成したっていうところですよね、うん、なんかこう雑用係で全部こうバーってきたところをこう、うん、今度はその助けるっていうところですよね、うん、はい、綺麗なところでした。綺麗ですよね。で、うん、なんだろうな、今回なんかいろんなところ、あの、いいところいっぱいあるんですけど、うん、まあ、ここもちょっと短くて細かいところをちょっと最後にちょっと選んでみたんですけど、はい、42分のところなんですけど、久保田さんが、はい、うん、あの、上白石さんの手を取ってこう座らせるっていう一瞬あるんですけど。あ、そこ良かったっすよね。そう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 、うん、そこがね、なんかね、いいんすよ、久保田さんの、あの、綺麗な、うんうん、あのそれを受けて上白石さんもなんかね、体が柔らかくふーってなる、すごいね、うん、いい体の反応をする素晴らしいあの演技というかね、あの素晴らしい瞬間だったと思いますね、うん、でだからさ、その後のね、上白石さんの長台詞、まあ、一人の、うん、あのちょっと続くんですけど、そこはやっぱことごとく当たりますよね、うん、
それは絶対この久保田さんの、あの、なんだろう、導きじゃないですけども、うん、あのヘルプが、なんか来てるんじゃないかなって思っちゃうぐらい素晴らしかったですね。そう、僕はあの、あれですかね、差し入れケーキ渡して、うんうん、で、あの、最初語らないじゃないですか。うん、その時の体の状態、うん、あの、上白石さんの体の状態が、なんて言うんですかね、あの、こわばってるというか、なんかこう、うんうん、言いたくないっていう、その、多分、ちょっと拒絶というか、うん、みたいな状態で、そこで多分、久保田さんがね、そう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 、来るところですよね。うん。うん、ああ、そこは、素晴らしかった、ね。素晴らしかったと思う。素晴らしかった。うん。あれ、あの、なんだろうな、ちゃんと交流してないと、あの、体の、あの、分かってもできないし、うん、うん。上白石さんも乗らないんだよね。乗っていかないんだよ、それに、その現状に。うん、うんうんうん。なんだけど、乗ってくるってことは、それを見てる、感じてるっていう、このやりとりが、たーんって行われるんだよね。うん、うん。あそこ素晴らしかったと思いますね。そうですよね。あそこすごかったですよね。うん、なんか、細かくて、ちょっとマニアックなとこなんですけど。うん。でも、いやでもあの体の反応は、ちょっとね、あの、見返して損はないというか。ね。そう。素晴らしかったと思いましたね。はい。いやで、ね、なんか、マミヤさんがね、うん、ついに最後一歩踏み込みましたね、ついに。そうですね。だでもね、その前にちょっとね、あの、先生布告しちゃうところがまたちょっといいやつ感ですよね、あれはね。なんか、言わないで言ったらいいのになと思うけど、やっぱちょっといいやつ感が。いや、そうだね、そうだね。決していいやつじゃないんだけど、いいやつなんだよね。そうですね。うん。いやでも面白いなこれな。面白いですね。面白い。はい。いや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 。はい。というわけで、はい。オーマイボス第6話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。